クロムじゃない多分。マジでやばい、マジでやばい。逃げましょう、逃げましょう、これは。マジでやばい、マジでやばい。こんな翼さんや思って、喋りたいな。最近見たんで。あ、鉄板。こんにちは、元男の子のアオキカノンです。今日はですね、あえて企画をしないという企画をやっていきたいなと思ってます。もう企画じゃないですか、それ。違う違う違う、やめて、ちょっとリズム崩れる。何々をやったらどうなるのかとか、結構ゴリゴリの企画が多いじゃないですか。こういう企画ばかり多くなっちゃうと、ちょっと皆さんもお腹いっぱいになっちゃうんじゃないかなと思ってて、たまには箸休み的な動画で、あ、このチャンネルこういう YouTube もあるんだなみたいな、知ってもらうことによってこのチャンネルを楽しむきっかけが増えるのかなって。なので今日は企画をしませんっていう企画です。それ企画です。やりにくい、やりにくいで、今から私が何をするかというと、私秋葉原すごい好きなんですよ。チャンネル登録者がまだ1万人行く前から、もう秋葉原に毎日来てカフェで編集するみたいなことやってたんですよ。朝カフェに入って夜帰るみたいな、 OL みたいな生活してたんですけど、そんな秋葉原のその私のゆかりの地とか、秋葉原の楽しみ方とかを今日の企画ではやっていきたいと思います。それ企画じゃないですか。企画じゃないって言ってるじゃないですか。今どこに向かってると思いますか。どこですか。まずですね、こちら秋葉プラザっていうジル、この焼肉屋福寿さんに、私がですねよく遊んでたお友達さんと来た焼肉屋さんなんです。私が飼っていた金魚の金ちゃんが死んじゃったわけですよね。めちゃくちゃ私落ち込んでたんですよ。元気づけるために焼肉食べるみたいな、でここに来たみたいな。もうめちゃくちゃ美味しかったんですよね。金ちゃんの思い出なんですよ。ここなんですよ、ルノワール駅前の。これここで私めっちゃ編集してたんですよ。毎日編集してた。何がいいかって、Wi-Fi も全部使えるし、コンセントも使えるんですよ。 YouTuber に優しい。当時私めっちゃここで編集してたから、パソコンの画面とかこう横目でこう店員さんとかチラチラ見えてたらしいんですよ。 YouTuber としてご飯食べていけるようになってから、インスタグラム DM 来ましたよ。以前ルナールをよくご利用いただきありがとうございました。毎日こうやって編集されてるのを見てて、今ご活躍されてるのすごい嬉しく思いますみたいな。嬉しい。秋葉原って言ったら、私とりあえず派手なやつで、ショーケースを見て安くなってないかなみたいな。いいよいい、全体なんかマジでやばい。ちょっと見るだけで、もし欲しいなったら、なんか無理やりなんか売ってそれで交換するみたいな感じ。一回退散しましょう。いや、めっちゃついてきてます。めっちゃついてきてます。マジでやばい、マジでやばい。逃げましょう、逃げましょう、これマジでやばい、マジでやばい。ちょっと待って、タクシー、マジでやばい。秋葉原です。左曲がってもらえますか。めっちゃあんまり良くないの。ね、もう追ってきてないです。近くまで来られたらめっちゃ怖いですけど。ごめんなさい、ここで止めていただけますか。すいません、1000円お支払いするのでお釣り大丈夫ですので、本当に申し訳ございません。だからもうそういうことになるんですよ。髪の毛がボッサボサになって走ったから。髪の毛ボサボサになってますかね。テープついてないですかね。あー、ちょっと一瞬ちょっと、はい、この前もそうだったじゃないですか。なんか撮影中にずっと追いかけられて、巻くためにタクシーになる、一番虚しく感じるんですよね。しかも1メーターも行かない金額で、罪悪感で1000円お支払いさせていただきました。本当にすいません。ちょっと場所変えましょう。マッサージしよう。あ、すごい、ゲームセンターだ。全く関係ないこと喋り出しましたけど、どうやって私何をすればいいんだ。そうだ、あそこ行きたかったんだけどな。ちょっと時間経ったんで戻りますか、はい、あ、でもすごいですね、人多いですね。どうしたんですか。今日もそんなに多くないです、今日。でもなんか人多くないですか、めちゃくちゃ。ほらほら、いや、指よ、指、ほらほらほら。ちょっと待って、なんかセクシーじゃない。ちょっとやめてください。この前の動画、金丸祭りの VTR をねじ込んだモニタリング動画、はい、報告発されたんですけど。またえ、マジですか。はい、金丸祭りっていう川崎にある有名な男性器を祀った、ちゃんと真面目なお祭りなんですよ。子孫繁栄とか、まあ、そういった神様が祀られてる巨大なお祭りみたいな、みこしでわっしゃいわっしゃいみたいな、お祭りの映像を松本ディレクターが選ぶ一押し動画集みたいな感じの中の一部に、
この金丸祭りの動画を組み込んだわけですよね。それ確か4年前に出した動画なんですよ、私は。当たり前のように広告外されたんですよ、YouTube。今回取り上げるんだったら絶対の VTR、モザイク入れてくださいねって私言ったのに、なぜかモザイクついてなくて、見てください、ほら、あら、本当ですね。黄色い広告の適合性って、ちょっと何やってんの、ただまただけですよ、あれ私。やばい。これマジで8万再生してただまただけ。ちょっと私6万円しか弁済してないですからね。何やってんの、ごめんなさい。大木コノンの肩たたきの計5分。いや、5分だけでいいんですね。わかりました。あ、いや、10分、10分。いや、無理です。5分です、もう。なんでだよ。ということで、もういないと思うんで、春、皆さん来ました。経費でいくらぐらい使えますか？1000円です。1000円分だったらいいんですか？1000円分ってことはいく、何パック買えるの？オーラを感じるものを取る。おーし、オーラ感じるぞ、これは。じゃあ経費からお願いします。領収書お願いします。あの、節税対策をしないといけないので。ここから出るってことか。私が当てたいのはこの子と、この金色の7500円のカード。こっちはどうですか？あ、おーし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 。じゃあ1泊目開けます。何が出るかな、何が出るかな。ドゥ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 。あー、外れだ。いや、露骨に顔に出さないでください。こっちは生活費がかかったんじゃん。終わった。なんだこれ、怪力。よし、開けていくぜ。今夜の晩飯、ドゥドゥンドゥドゥン、クレスリア。めっちゃ顔に出るじゃないですか。よし、今度こそ入れ替えカード。ちょっとやばいねー。ちょっと経費増やせるのに、これで。ね、マジ辛いんですけど。あー、やばい。え、もう1パック。もうラスト1パックです。マジっすか。うれー。え、おい、え、マジでやばいんですけど。お腹空いたんで。なんか食べます？じゃあ。え、いくら使いますか？ぶっちゃけいくらのこと、全額経費の。1万円ちょっとあるんで。あるんですか？はい。なんですか、その喜び方。1万もあるんですか？取っといたんですか？あ、そうですね。マジですか？え、行きたいです。行くぜ。さあ、行く行く行く。ここ。え、ここに私が行きたい店があるんで、夜に案内してやるぜ。いや、何露骨にテンション上がってるんですか？いや、テンション上がるでしょ。半年間ぐらい一緒に暮らしてて、あ、来たの誰と飲めそうですか？もう絶対寿司です。やめてくださいよ、ちょっともう。ちょっと尺持たない？ここです。クレミアが食べれる。さっきの人追ってきてません？ダッシュダッシュ。負けたんですよ。あえて逆効果なので。あー、絶対後出てきてますよね、一旦。はい、はい。あ、青木かのです。あ、ありがとうございます。いや、嬉しい。心から笑われた。一旦時間ずらした方がいいと思うんですよ。それさ、別のところでご飯食べてもいいかもしれないです。いや、食べたいんですよ。皆さんに伝えたいんですよ、炙り百貫。一旦ちょっと私カラコン欲しいんで、ドンキホーテでカラコン買ったら多分10分20分ぐらい時間潰せるんで。はい、再度リベンジです。いないか、大丈夫か。もう来い。ここ炙り百貫です。美味しそうですね。最高だぜ。入っていきます。いろんなメニューがあります。高いものから安いものまで。安くないな。数量限定です。え、いいじゃないですか。これ食べたい。いやー、絶対うまい。それ少なめ。これ大人のカニサラダ。これ2個1個注文。あら、うまそうですね。美味しそう。炙りハラス、赤エビ炙り、大人のカニカマ。めちゃくちゃ偏ってる。しかも5皿だけっていう。いただきます。うん、うん、ここのカニカマめっちゃうまいです。これ炙りハラス。エビ、うん、うん、うん。やりにくい。めっちゃ食べられて外でのロケ、ちょっともう苦手になってきたかもしれない。めっちゃ見てくる人がいて、
はい、やりづらい。私が行ったお店が、はい、あのここのビルのトレーディアさんってとこなんですよ。このトレーディアさんに可愛いポケモンのケースみたいのがあるんですよね。はいはい、カードじゃなくて。それがいくらぐらいするんですか？1500円ぐらい。あー、だったらいいんじゃないですか。いいですか？はい、すごい、あそこ見てください。反対側向けてください。ちょっと、来た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 。違う、ちょっと何ですか、何ですか、びっくりした。めっちゃコンテンツバカかと思って。あー、違う違う、パチモンです。びっくりした。何の撮影ですか？ YouTube の撮影です。あー、どうですか、ね、44万人。元男の子です。え、青木かのんっていう名前で、あの本田翼さんが大好きすぎて言ってますよ。あらら、びっくりしたわ今。それが YouTube に載っちゃうんですか？載ってもいいですか？載っても大丈夫です。ありがとうございます。いや、ありがとうございます。めっちゃ面白い。ありがとうございます。すいません、撮っていただいて。頑張ってください。はい、青木かのんって見てください。わかりました、登録しておきます。ありがとうございます。いい方ですね。そうですね。もう勇気出していきます。お、さすがに。はい、じゃあ行きましょう。何回でしたっけ？4回ですかね。はい、あ、3回です。すいません。ちょっと待って。ちょっと待って。え、本田翼、本田翼。さっきのお兄さんたちですよね。そうですね、はい、ちょっと待って、はい、あ、1回降りた方がいいですよね、これね。そうです。本田翼さんのもので喋りたいなって。1回ちょっと出ましょう、これ1回。え、さっきからあれですよね、あのポケモンカード屋さんの。あ、そう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 、ちょっと待って、え、見かけたからこんなことないよ。いやいや、ありがとうございます。でも、お兄さんたち映して大丈夫ですか？あ、いいですね。カメラはちょっと嫌ですね。ちょっと嫌なんですね。なんかあれ見ましたよ、舞台挨拶。めっちゃ良かったです。ラジエーションハウス見に来て。あ、もう出てていい。それはちょっと今お仕事してるんで。お仕事してるんで。仕事中なんで。あ、全然、あの、お仕事中なんで。気にせんと撮ってもらって。いや、私、あの、本田翼さんじゃないです。え、違います、違います、全然違います。いやいや、嘘。違います、本田翼さんじゃない。無理ですよ。違います。え、そんなわけない。一旦お一人いただいて。ダメ、ダメですか？ちょっと今仕事中なんで。じゃ、また見かけたらちょっと声かけていいですか？声かけます、また。ありがとうございます。めっちゃ見てます。今調べてますね、本田翼本人かどうかみたいな。とりあえず行きます。私のそのお目当てのものがなかったんですよね。ちょっと別のカードショップ見てもいいですか？はい。さっきの人たちがいないかマジでビクビクしてるんですけど。本田翼に似てますね。あ、ありがとうございます。あ、似てますねで来てくださったの。本物かなって思って。あ、本物。そういう撮影。どの辺で来てたんですか？本物じゃないって。ちょっと抜かして見て。あるあるですね。最近見たんで。あ、鉄板。あ、青くたの。ありがとうございます。めっちゃ似てます。あ、ありがとうございます。本田翼さんが大好きすぎて、渋谷の街中歩いて、本田翼さんって言われるまで帰れません。あ、言われます。あ、ぜひぜひぜひ。私、遠近法を使って後ろに下がっていいですか？はい、ですよ。3、2、1。OK です。ありがとうございます。ありがとうございます。頑張ってください。すごいね、嬉しいですね。嬉しいですね。いや、こういう感じで声かけてくださるの、すごい、なんかもう泣きそうです。嬉しいです。さっきのがあったから。私が探してるケースがない。ないな。売ってないか。いや、もう全然お金ないのにこうやってカード買おうとしてるじゃないかーってこう言って。でもこれは1ヶ月分の経費だから出してるんで、前菜さんはまあちょっとやばいんですけども、1ヶ月のスケジュールを決めて今月はこんぐらい使うってちゃんと予定立ててるから、松本さんが。松本さんはあの信じればいいんですよね、私は。あ、そうですね、私を信じていただければ多分大丈夫です。はい、ということでこちらクロブエさんです。ボスの指令で。ありがとうございます。10万ボルト230点。うわー、やらかした。ちょっとなんで言ってくれなかったですか？ポケモンカードができるカフェに入ってずっとバトルしてたら、もうまさかの夜になってるっていう。負けるんだね。でも私もうめちゃめちゃ強いですからね。さあ、時間感覚には負けたということで、今からですね、私がよく行く韓国料理屋、韓無料ってお店なんですけど、めちゃくちゃ安いんですよ。270円とかで。300円ですね。300円でいっぱい食べれるんですけど、お財布にも優しいということで経費で食べたいと思います。もう皆さんにもすごいあのおすすめしたいんですよ。300円で結構たらふく食べれるし、値段以上の美味しさを感じるので、ぜひ行ってくださいってことで、今から行きます。楽しんでいくぜ。今日酒飲んでます？あ、飲んでないです。
飲んでないんですね。ストレスなんですね。感無量さんに来ました。月2ぐらいで来ました、ね、そうですね。全品298円。よくないですか。安い。サムギョプサルを松本さんが切ってくれてます。いやとっても美味しそうですよ。サムギョプサルくるんでいきます。ここにコチュジャンを取ります。ネギダレをつけて、キムチを乗せます。抜きニンニクを乗せます。いきます。今日いろいろありましたね。休日を過ごすという動画だったんですけど、まさかの波乱万丈すぎてこんな動画になったの初めてです。大群で押し寄せられるっていうことがあんまりなかったんで、こういう仕事をやってるからこそこういう体験ができたんで、 YouTuber 冥利に尽きるといいますか、これからも皆さんに感謝の気持ちを忘れずに頑張って活動していきたいと思います。かのちゃんこれからも頑張ってねって思う方はグッドボタン、チャンネル登録お願いします。各 SNS のフォローもお願いします。また次の動画でお会いしましょう。そのまま横にスライド。